剪定祭上労道中剪定祭上労道中剪定祭は剪定をしのぶ祭り以下の例がある先代の天皇を祭る宮中祭司剪定放御日に毎年採行される大祭り山口県下関市にある赤間神宮の祭事毎年5月2日から5月4日にかけて行われるこの場合の剪定は特定の歴代天皇安徳天皇を指す 皇室祭司令が定める大祭の一つで、選定法御日に毎年採用される。実際の祭司の名称は、選定祭ではなく、選定の箇所に天皇志号が入る。1947年に皇室祭司令は廃止されたが、以降も宮中祭司として同様に採用されている。平成時代は昭和天皇祭が採用されてきたが、 2019年4月30日の第125代天皇、秋人の位により、選定ではなく直近の崩御した歴代天皇の祭祀として昭和天皇祭が令和時代も継続される。選定祭当日は、かつての休日法、年中祭日祝日の休暇日をテーマ、及び休日に関する件で休日となっていたが、1948年に、 施行された現行の休日法、国民の祝日に関する法律で休日から外された。壇の裏の戦いの翌文治2年、後鳥羽天皇が長戸国に御事乗りして、安徳天皇の遺外を収めた阿弥陀寺境内に御影堂を建立し、安徳天皇の命日にその遺徳を忍ぶ、剪定会を修したのが起源といい、以後毎年3月24日に安徳天皇の御領の前で、 五両前、祭りを営み、明治以降は祭日を、太陽暦に改めて霊祭とし、その後さらに原稿を美へと改めた。二日は平家を中土の子孫らで組織される全国平、平家会の三列のもと、五両前での神事をはじめ、平家一門追悼祭などがある。翌三日に、平家の維新で、中島四郎太夫という者が、漁師に身をやつして、平家最高を図りつつ、 下関に潜伏、選定会には意義を正して参拝したという故事に、ちなんで、その子孫に橋を発する、中島組という漁業団体員が参拝。これを、中島組参拝の式という。それに次いで、上楼、勘女参拝の式となるが、これも、壇の裏の戦いの後に、在地の賭間屋に救われた、県令門院の次女たちが、在地の賭間屋に養われつつ五両に孔花を手向け、 選定会に、その後議論を営むようになった戸前屋の主人が、次女たち及びその遺族も没したために、抱える遊女たちにその風俗を真似て、宮廷小族に身をまとわせて参拝させるようになり、これが、江戸時代に至って、当時存在した稲荷町遊郭の遊女によって、受け継がれて、現在の上楼道中となったといい、吉原の老いらんに模した太夫が、ハゲ、上楼、チゴ、ケゴラを従え、 下の関市中を外八文字を踏んで歩く。例祭の翌々4日には新交祭が行われる。関門海峡を挟んで対岸となる福岡県北九州市の小倉祇園祭りとこの祭りは昔から関の剪定、小倉の祇園が降らなきゃ金が降ると雨が降らないと大勢の人々が祭りに繰り出して大層な賑わいとなる模様をこう言った。 下関市指定向け民族文化財に指定されている、下関観光コンベンション協会、ありがとうございます。